Hello guys and welcome back to Scarlet Nexus. Actually, we got a mission. Actually, this is one the mission I didn't solve it yet because you can see the TV over there is turned red. Yeah, it was actually. To be honest, we gotta do the mission. If you remember the better couple of videos, Karen completely. I don't know what to say, but. You know what I mean, was. You can check it on my video later. So let's go to the gameplay, shall we? そろそろ休んだ方がいいな。ユイト、起きて。どうした、花火。テレビ、ワイドショー。10日に発生したカレントラバースによるスオー事変は様々な混乱をもたらしています。中でもカレンの命令によって行われたスメラギ議長の暗殺はニューヒムカに大きな衝撃をもたらしました。父さん、当番組では実行犯と目されるカサネ・ランドールの似顔絵を作成しましたのでご覧ください。え、カサネ、なんだこれは。ひどい。凶悪なカサネ・ランドール容疑者の特徴をよく捉えていますね。おーい、みんなテレビ見てるか。渡る。いや、カサネのあれさ、ランドール家も海抜群も写真データの提出を拒んだらしいぜ。カラスの中継データも処分されてた後だったから仕方なく似顔絵が公開されたんだって。いや、ちょっと重ねに同情するわ。あ、悪いユイト、同情とかしちゃいけなかったな。あ、いや、ごめん、俺もちょっと同情した。ユイト、ちょっと笑った。よかった。え？あ、そうか、俺本当にみんなに心配かけてたな、ごめん。心配ぐらいさせてくれ、俺たちにはそれぐらいしかできんからな。ブレインフィールドの後遺症とかもないみたいだし、本当によかったよ。ありがとな。あの時はみんなの声のおかげで正気に戻れたよ。まるで俺が俺じゃなくなっていくような感覚だった。ブレインフィールドは確かにすごい力だけど、感情のままに使ったらダメだ。あの時の俺は冷静じゃなかった。リスクのでかい大技だって知っちゃいたけどさ、正直ここまでヤバいもんだとは想像してなかったな。超能力は感情に左右される。ブレインフィールドも同様だろう。制御さえできれば強力な決め手にはなるが、使い方次第ってこと。ちょっと怖いけど。とりあえず使うんなら十分注意してくれよ。
あんな空間にずっといたら誰でも変になっちまうぜ。あ、そういやこれを伝えなきゃだった。スメラギ本部長から呼び出した。本部まで来てくれ。兄貴から。うん、わかった、すぐ行くよ。あと渡る、妹さんのこと。遥のことか、気にすんなって。あいつ俺と違ってふっかるだから、カサネたちの面倒を見てるうちにほっとけなくなったんだと思うぜ。だからひょいひょいついていっちまったんじゃねえかな。え、渡るの妹ってカサネたちと関わりがあったのか。あ、ユイト知らなかったっけ。はるかちゃんカサネたちのオペレーターなんだよ。ま、そういうことだから本当に気にすんなって。でもありがとな。こういうの照れるな。よし、ほら、本部長に怒られる前にさっさと来いよ。よし、スオに戻ろう。ユイト？どうしたの？急に立ち止まって。さっきまでアジトで話をしてなかったっけ？お前、何を言っているんだ？何をって、いつスオに戻ってきたんだ？お待たせしました。カラスが近づかないように取材禁止を徹底させたので今回は大丈夫ですよ。え、ルカさん。ユイト、隊長はあなたです。僕のことは呼び捨てにしてくださいとお願いしたばかりじゃありませんか。え、待ってください、俺が隊長？スオ事変の時に臨時隊長になった話ですか？違うよ、それじゃなくて、さっき吹雪連隊長から任命されたじゃない。え、さっきっていつだ？ユイト変。渡る、ユイトの大脳データに何か異常は出ていないか？いや、特には。ユイト、もしかしたら吹雪連隊長と面会したことを覚えていないんじゃないですか？はい。僕らは海抜群の01小隊に再編成されました。新隊長は君で、これから紹介任務に出るところです。嫌な予感がします。できればすぐに海抜群病院で見てもらった方がいい。任務はいいの？ヤバそうならこっちから上層部に連絡回すぞ。隊長はユイトです。僕から強制はできませんが、なるべく早く海抜群病院に行ってもらえませんか？そうだよユイト、見てもらえば安心じゃないね。そうしようよ。そうだよな。うん、そうするよ。よし、任務のことは俺から上に報告しておく。海抜群病院の行き方は？あ、ここっておじさんが理事長やってる病院だから私が案内するよ。それにおじさんにメッセージ送っといたから、ちょっとずるいけどすぐ見てくれると思う。
心配することはありません。おそらく疲労のせいですね。超感覚刺激ホルモンが過剰に分泌され、脳の記憶を司る分野で一時的な混乱を引き起こしているだけでしょう。ホルモンの分泌を抑制する薬を院内薬局で処方しますので、症状が出た時はそれを飲んでください。あ、はい、ありがとうございました。周王事変で果敢に怪異を討伐し、周王を守った英雄ユイとスメラギ上等兵、この度異例の昇進によってゼロ一小隊の新隊長に任命されました。なんだこれ、こんなことしてないぞ。君には不本意だと思うけれど、こらえてくれ。カイト本部長と政府からの要請だ。君は救国の英雄として祭り上げられる。いや、そうだ、確かそんな話をした。でも前後がやっぱり思い出せない。それでは救国の英雄ユイとスメラギ少尉の歩みをご覧ください。あんなニュース見なくていいよ。マスコミなんて勝手なことばっかり放送するんだから。それよりどうだった？何か分かった？ああ、うん、疲れてるだけだって。薬が出るからもう少し待たないと。周王事変で国賊カサネランドールの狂人に倒れたジョー・スメラギ評議会議長、その悲劇を乗り越え我がニューヒムカのために完全と立ち上がったユイとスメラギ少尉は。あーねえ、まだ時間がかかるんならちょっと病院の中を見てみない？さっき案内する途中で診察の順番来ちゃったし。花火は優しいですね。まあカラスどもの国威高揚番組を見ているぐらいならその方がマシだろう。うん、そうしようかな。ちょっと待って、あの女の人困ってるみたいだ。あの、何かお困りですか？あ、すみません、私あのベルペッパーなので病院内のビジョンが全く見えなくて。え、ベルペッパー？あ、ごめんなさい、無能力者なんです。だから能力を使ったシステムは認識できないんです。すみませんが脳神経内科はどちらでしょうか？あ、私がご案内します。無能力症の人のことをベルペッパーって言うのか？ベルペッパーってピーマンのことだろ？ああ、ユイトってマジで育ちがいいのな。まあ、なんていうか能力が空っぽだからみたいな意味合いかな。ひどい言い草だな。そうですね。でも無能力者自身も自分で無能力者というよりベルペッパーということが多いんです。能力がないと認めるのが心理的に抵抗があるというか。能力が使えないときっと生活が不便。ええ、そうですね。街のビジョンもサイネットも
あらゆるシステムは能力が備わっていることを前提として作られていますから。人口の 0.1% が無能力症だというデータもあると聞いている。政府はもっと能力弱者への配慮を推し進めるべきだと思うのだがな。海抜群病院では無能力者の治療研究が進められている。そうです、無能力者をなくすというのが政府の方針なんでしょうね。ベルペッパー、なんだろう、何か思い出しかけたような。どうしたの花火、変な顔してる。うん、さっきの女の人を脳神経内科へ連れて行ったら、看護師さんが急患のバスの時間がどうとかって話してて、急患をバスに乗せるなんてあるのかな。バス、きっと聞き間違いだよね。ごめん。バス来てる、地下に。地下、なぜ病院の地下にバスが来るんだ。送迎バスなら地上の正面玄関につけるだろう。そもそも地下道路は基本的に町の外に行くための特別道路のはずだが。こっちには海抜群病院のデータが一切ないんだ。だから病院の中がどうなってるのかはわからないな。まあ町の外の急患を運び入れるための地下ターミナルはあってもおかしくはないんじゃないか。急患、そういえば一条海抜群病院の急患が周防の外にありましたよね。それって六小市のこと？あそこなら10年ぐらい前に怪異の大襲撃があって、町の痕跡も残らないほど破壊されたって聞いてるけど。そういえばそんな事件があったな。花火も昔は六小市に住んでいたのか。ううん、うちのお父さん昔は一条の本家からは感動されてたから。私は生まれも育ちも周防なんだ。だから六小市にはたまにしか行かなかった。あ、でもユイトが入院していた病院は六小市にあった旧海抜群病院だよね。私お見舞いに行ったもん。ああ、六小市が襲われた時にお袋も怪異に殺されたんだ。あ、嘘、バスの中にナギがいる。え、ナギが？うん、生死不明者にリストされてたし、見間違いかもしれないけど。悪い、こっちじゃ捕捉できない。病院の中はこっちのアクセスが禁じられてるんだ。わかった、つぐみ、ナギを乗せたバスが向かった方向を教えてくれ。位置データを送った。六小市跡、海抜群病院の旧館がある方角。みんな付き合ってくれ、ナギが生きているなら会って話がしたい。そうだな、本当にナギだったのかどうか確かめた方がいい。
ここが海抜群病院の休館。子供の頃のことだからかな。入院してたのにほとんど記憶がないや。本当に六章の町には何も残ってなかったね。でも怪異が狙うのって人間の脳なんでしょ。建物まであんな風に壊すのかな。ええ、確かに。この旧館が今も使われているのだとしたら、意図的に片付けたのかもしれませんね。気のせいかな。ルカはこの旧館が使われてるって知ってるみたいだ。そうですね。ええ、すみません。確かに僕は使われていると思っています。だからナギがここに連れてこられる可能性は高いと思いました。どうして旧館が今も使われてるって思ったんだ。それは海抜群の指揮官クラスになるといろいろな情報も入ってくるんです。旧館で何らかの施設が稼働しているのではないかという噂は何度か聞いていました。ルカ、何かを隠してるのか。つぐみ、ナギが乗っていたと思われるバスは確かにこの施設の地下に入っていったんだな。うん。でも気をつけて。この建物の中、透視できないところがたくさんある。こういうところは危険。俺も旧館のデータは参照できないんだ。サポートは難しい。気をつけろよ。よし、みんな慎重に行こう。ナギ、お前には会って聞きたいことが山ほどあるんだ。病院、怪異よりも幽霊が出そうなところだよな。幽霊の存在信じてるの？見たことあるとか。いや、それはないけど、もしいるならここは出そうかなって。そう、もし幽霊が見えたら教えてあげる。なんか息が合ってきた気がする。ユイド、僕の超能力が役立つかもしれません。
記録によると、六将への大襲撃が11年前。コツを教えましょうか。旧海抜軍病院は放棄されて、都合に移転したんだよな。ええ。患者たちも病院機能も全て。政府の発表が正しいのだ。ですよね。お願いユイト。よし。調子で行こう。やけどしないでね。やった。敵が珍しいものを落としたみたいだ。追撃だ。ど真ん中だ。改革の破壊に成功。一気に攻めろ。僕の超能力を使えばこの先に進めそうですよ、ユイト。予想より早
ユイト、力を貸してくれ。こいつで身を守れ。どうしてバギがいない。スグミ、どうかしたのか。ごめんなさい、さっきまでここにナギがいたように見えたんだけど。よし、もう少し探してみよう。ルカ頼む。力を貸してくれ。なのおかしいよ。どうして病院の中に怪異が集まってるの？怪異が集まる一番の理由は食べ物を、脳を探しているからです。ここには怪異が群がるほどの人間はいないように見えるが。花火、おじさんから何か聞いてないか、病院の休館について。ううん、特に何も。だいたい
おじさんたちとはお正月に会うくらいだし。いた、ナギ。ナギ、待ってくれ、ナギ。無事だったんだな、ユイト。生死不明者リストに入ってたから心配してたんだ。それにあの時のことも聞きたかったし。ごめん、ナギ。あの時どうして俺たちを。俺だってわかんねえんだよ。え、急に脳がしびれたような感じになって、頭の中をぐちゃぐちゃにかき回されてるような。どうしてそんな。ユイト、逃げろ、ここにいちゃダメだ。え、突然何を。ここにいたら俺みたいに人格矯正されるぞ。やはりそうでしたか、噂は本当だったんだな。人格矯正、ナギが。なんだ、警報。また怪か。やっぱり監視されてたのか。ここは俺が食い止めるから、ユイトたちは早く逃げろ。いや、俺も一緒に戦う。ダメなんだよ、俺いつスイッチが切り替わってお前らを殺そうとするかわからないんだ、瀬戸隊長の時みたいに。だからお願いだ、逃げてくれ。じゃあせめて一緒に逃げよう。ダメだ、いつお前らを殺そうとするかわからないって言っただろう。俺は俺でなんとか逃げてみる、ユイトたちは先に行ってくれ。お前たちも人格矯正されるかも。いや、怪異にされるかもしれないんだぞ。え、怪異にされる。それはユイト、すみません。ルカ、どうして。あなたが冷静ではなかったからです。ナギの言う通り、僕たちは一刻も早くこの病院を出るべきだ。けど怪異にされるかもって話は気になるだろう。話は後で、他のみんなを回収しないと。僕が事前にテレポート場所として安全を確保できたのはこの場所だけです。ここから先は自分たちの足で行くしかない。僕たちが知ってはいけないことを知ったのはすでに発覚しているはず。とにかく逃げましょう。ユイトが不満に思っていることは分かっています。本来なら隊長であるあなたに従うべきだ。ですがこの場所は想像以上に危険なようです。まずは脱出を優先させてください。お願いします。分かった。みんな、怪異に警戒しつつ脱出しよう。力を貸してくれ。戻るのは危険です、酷ですが脱出を優先しましょう。どうぞユイト。
子を教えましょうか。あっ！
いない。怪だらけでなかなか出口にたどり着けないぞ。ルカだけでも病院の外へ出ることはできないのか？ええ、怪異が大量に発生している場所はテレポート自体が危険ですから。落ち着け。渡るもデータを持っていないなら出口までのルートは自分の記憶に頼るしかない。記憶か。俺の記憶は当てになるのか？ユイト、危ない！ダメだ！ユイト！ごめんね！水平方向しか投資してなかった。ごめんなさい。いや、俺もぼーっとしてた。ごめん。ありがとな、花火。ううん、それより、怪異、こっちに来る。迎え撃ちましょう。来い、帰るよ、つぐみ。足元を叩き落とせ。落ちてこい。
くれ。行くぞ。大丈夫か？怪異が集まってきてる。なんだってこんなに怪異がいるんだ。渡る、つぐみ、どこかに安全な場所はないか？悪い、何度も言ってるが、こっちは旧館のデータが全く参照できない。どこも怪異だらけで。
間に合ったか。吹雪連隊長、みんなついてきてくれ。地下道路を通って六勝者跡を抜けて怪異を振り切る。あの、ここはもしかしてセーフゾーンですか？セーフゾーン？何それ？ニューヒムカ政府の取り付けた監視システムの死角に当たる場所だよ。僕たちはセーフゾーンと呼んでいる。ここなら安心して話ができるからね。街の外で話せばいいんだろうけれど、巡回中の海抜群に見られると困るから。こんな場所があったのか。ここで話すってことは、政府に知られたくない話。そういうことになるね。君たちが海抜群病院に行くことを早く聞いていれば、もう少しうまく立ち回れたと思うんだけれど。吹雪さんは海抜群病院がどんな場所なのか知っていたんですね。ああ、ルカは聞いていなかったみたいだね。あの病院ではニューヒムカの国家プロジェクトである超能力研究を行っているんだ。大脳の調律によってより強力な超能力を引き出す。おじさんの病院でそんなことは。そうか、あそこは一条家の病院だったね。今から話すことは君には辛い話になると思う。はい。あの病院で大脳の研究を進めた結果、いくつか副産物が生まれたんだ。人格矯正ですね。ああ、政府に都合の悪い人間の脳を調律して洗脳することで無害化する。ナギはナオミの怪異化を目撃したことが政府に知られて、あんなことになってしまったんだ。え、でも俺やゲマやカサネだって同じものを見たのに。みんなのことは僕が監視するという名目で守れたんだが、その前にナギは政府に捕らえられてしまったんだよ。すまない。僕がもう少し早く情報を統制できていれば。あのナオミの怪異化って何ですか？ナオミは戦死したんじゃ。そうですか、ナオミは戦死ではなく怪異化したんですね。怪異化って、まさかナオミが怪異になったってこと？ナギもそんなようなこと言ってたけど、人間が怪異になることなんてあるの？それがニューヒムカの大脳研究のもう一つの副産物だよ。特殊な物質に接触させて生物を怪異に変える。脳を持つ生き物なら何でも怪異にできるんだ。待ってください、それじゃあナオミを怪異にしたのは政府だってことですか？そういうことだ。ゆっくり説明をしてあげたいけれど、このまま町にいるのも危険だ。おそらく政府から君たちを引き渡すように命令が来ていると思う。ひとまずこのまま紹介任務に出てくれ。その間に僕が事態を収める。いいね。待ってください、どうして吹雪連隊長はそれだけの事情を知りながら人格矯正を受けていないんですか？ルカも今の話を知っていたみたい。そうだ、だからあの時ルカはナギと話すことより逃げることを優先しようとした。簡単だよ、僕は体制側、政府の犬だからね。ルカはカレンからある程度の話を聞いているはずだ。気になることはルカに聞いてくれ。そうですね、まずは紹介任務に出ましょうか。
道すがら兄から聞いた話をします。ユイト、どこに行くか決めてくれませんか？わかった。それじゃあ菊池場へ行こう。Okay, time to finish the video. I gotta do the next one is the Kikuchiba mission later. I gotta do that one later, but to be honest. Thank you so much for watching this video. Be sure to smash the like, subscribe if you are new. Follow me Facebook, Twitter, and Instagram. The link in the description box below. And see you guys soon. Assalamualaikum and goodbye.